皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は名古屋市内を観光いたします。シリーズタイトルは名古屋白壁アクト1。第1回目は機関バスで栄から名古屋市役所へ。オアシス21のある栄バスターミナルから全国でも珍しいバス専用レーンを通る機関バスに乗って観光用の小道である文化の小道の入り口の名古屋市役所前まで向かいます。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Mega Traveler channel. This time I walk around the Nagoya tourist attractions. The title of this series is 白壁 Town in Nagoya. Act 1Go from downtown Sakae to Nagoya City Hall by Key Route Bus. I'm going to ride Key Route Bus at the Sakae Downtown Bus Terminal with Oasis 21. Key Route Bus runs on a bus lane and it's very rare in Japan. And I go to Nagoya City Hall, which is the place of starting point of Nagoya Cultural Trail. Let's enjoy the video. Thank you.はい、名古屋の中心の栄に来ております。今回はですね、この栄から、白壁地区というところがあるんですが、こちらに文化の小道という、観光用の小道がありまして、そちらを観光して案内をしてみたいと思っております。で、栄に来ております。このようにでっかい船の形をしたモニュメントがありまして、このモニュメントをオアシス21と言います。オアシス21ですね。それでこのオアシス21というのは、船をかたちどったモニュメントになっているんですが、これが外国から来られた方にも非常に人気があってですね、インスタグラムでも撮影スポットとして非常に人気の高いスポットとなっているようです。そしてこのオアシス21の中にはですね、この地下1階にあたる部分でしょうかね、このようにバスターミナル、巨大なバスターミナルがあります。そして、さらに地下を下っていくとちらっと見えますが、こちらにイベントスペースが、設置されておりまして、土日祝日や休みの日になりますとさまざまなイベントが開催されております。で、今回はこちらのオアシス21にある栄のバスターミナルから、名古屋市役所までバスに乗って、移動したいと思います。ただこのバスなんですが、機関バスというバスに乗っていきます。これは非常に全国でも日本でも、おそらくこの辺りしか走ってないんじゃないかなという非常に珍しいバスとなっております。機関バスと言います。これ簡単に説明すると、路面電車ってありますよね。その路面電車のそのレールを取っ払って、そこをバスの専用道路にして、そこをバスが走っていくといった形のバス、このバスの形式のバスのことを名古屋では機関バスと言います。こちらに乗って、名古屋市役所まで行きたいと思っています。はい、ということで、こちらのバスターミナルから、名古屋市役所に向けてバスで行きたいと思うんですが、バスの本数はたくさんありますし、本日はちょっと時間があって天気もいいということで、オアシス21の建物の一番上のところまで来ていました。このようにですね、オアシス21の一番上のところには噴水の広場があって、これガラス張りになっていて下が透けて見えるわけなんですね。で、下にいる人も上に噴水があるということで非常に涼しげな、なんていうんだろう、オブジェとなっているということがわかります。そしてこの一番上の部分を歩くこともできまして、散歩してみるとですね、この夏の本日非常に暑い日なんですが、噴水が出ているとですね、やっぱり散歩していてもちょっと涼しいっていう感じが、水しぶきが飛んできますよね。で、ちょっと涼しいっていう感じがありまして、夏の暑い日に来ても楽しめるのではないかというふうに考えられます。そしてこちらからは、テレビ塔ですね、今中部電力未来タワーというんでしょうかね、中部電力未来タワーが間近に見ることができるといった形になっております。はい、そして、今回ですね、
まあここから出発して目的地は名古屋の白壁という地区になるんですが、なぜこちらに行くことになったのかという経緯をちょっと話しておきたいと思います。以前にですね、ジェットスター日帰り福岡っていう動画を、まあ、シリーズで撮ったことがあるんですが、 そして福岡に行った時にですね、ちょっとある発見があったんですね。それは、昔ですね、名古屋とそれから福岡に電力を供給していた会社っていうのは、実は同じ会社が供給していたっていうことだったんですよ。で、その電力会社の名前が東方電力という名前だったそうです。はい、そしてこの東方電力という会社は、実は2つの会社が合併してできた会社だったわけです。どういった会社かというと、一つは福岡で電力を供給して、それと鉄道、まあ路面電車ですね、路面電車の事業をやっていた会社、九州電灯鉄道という会社、この福岡の会社と、それから名古屋で電力を供給していた名古屋電灯という会社、この2つが合併してできたのが東方電力という会社だったようです。はい、そうするとですね、福岡と名古屋の会社なんて非常に場所が離れていて遠いし、なんでそんなところが、そんな離れたところにある2つの会社が合併したんだろうと、非常に不思議になりますよね。はい、実はですね、この福岡と名古屋という離れた土地を結びつけるキーとなる2人の人物が存在しました。1人は名古屋に、当時名古屋に住んでいた福沢桃助という人物です。福沢桃助っていうのは、現在これ1万円札に福沢諭吉さんが載っていますが、この福沢諭吉さんの娘婿の方です。そしてもう一人は、福沢桃助の後輩、これは慶応義塾ので勉強していた時の後輩だったそうですが、福岡に住んでいた松永安左衛門という人物です。どうやらこの二人は非常に仲が良くてですね、学校を卒業した後にですね、まあ、一緒に仕事をやっていたことが多かったようです。そして、先ほど言いました東方電力という会社の前身の九州電灯鉄道、九州電灯鉄道ですね、このさらに前身となる会社が、福岡にありまして、その会社の名前が福博電気軌道という会社だったようですが、この福博電気軌道という鉄道会社の初代の社長が福沢桃助、専務取締役が松永安左衛門だったということです。はい、そしてこの福博電気軌道という会社は、後に現在の、まあ福岡にある私鉄、西日本鉄道ですね、西鉄となります。はい、ということで現在の福岡の街を見るとですね、この西鉄の福岡駅を中心として発展をしています。西鉄の福岡駅っていうのは天神というエリアですね、福岡の中心市街地天神、このエリアの発展に寄与した会社の、まあ、前身となる会社が福博電気軌道という会社だったということがわかります。まあそれで、この辺りの話はですね、動画でおいおい詳細を紹介していくこととしまして、その当時福沢桃助は福岡で会社を、鉄道会社を作ったわけなんですが、実は福岡には住んでいなくてですね、その当時拠点として住んでいたのが名古屋だったそうです。名古屋のどこかっていうと、名古屋の今から行く白壁というところに住んでいたそうです。時計を確認すると、7月17日日曜日1時5分前、午後1時5分前となっております。これ YouTube で動画を撮ってですね、編集していると、この動画を撮影した日時っていうのが、後から分かんなくなっちゃうことが多いんですね。でちょっとこれから腕時計をちょっと写して撮影することにしました。で大きめの、目立つ大きめの時計ということで、セイコーのツナ缶モンスターという時計を今回は装着しております。はい、バスに乗ります。バスターミナルから普通のバスに乗ります。普通のバスに乗りますが、このバスは普通じゃないバスです。このバスは機関バスというバスです。
はい、それでは機関バスに乗って今から名古屋市役所に向かいます。名古屋市役所っていうのは、このバス停の前に、まあ、地下鉄も名古屋市役所っていう地下鉄の駅があるんですが、駅を降りますと名古屋市役所があります。それからすぐ隣に愛知県庁があります。それから反対側、道の反対側に行くと中央省庁、霞が関の中央省庁の出先の名古屋支所になるかな、名古屋の支所がのビルがたくさんあるといった地区です。それともう一つは、名古屋市役所の蓮向かいにあるのが、それが名古屋城となります。ですのでこの名古屋市役所、市役所というバス停や市役所という駅は、名古屋城に観光に行くときも便利な駅となっております。ということで、来年になるかな、2023年に入りますと、今地下鉄の市役所という駅があるんですが、それでは市役所ということでは観光客向けにはちょっと分かりづらいだろうということで、市役所という駅名が変わります。どうやら名古屋城という名前、あるいは名古屋城前といった駅名に変わるそうです。まあということで、皆さん名古屋に観光に来て名古屋城に行かれる方は、名古屋城っていうバス停や地下鉄の駅っていうのは今のところまだないので、市役所という駅で降りていただくと名古屋城に一番近い駅となります。はい、バスの車窓に戻りますと、これ現在ですね、オアシス21のバスターミナルを出て 100m 道路を走っているところです。この 100m 道路は久屋大通りという 100m 道路です。でこの久屋大通りを右折いたします。それで名古屋は 100m 道路っていうのが2本あるんですね。T 字型になって2本の 100m 道路があります。それで今通ってきたのが南北に、通っている久屋大通りという 100m 道路です。そしてもう1本がもうちょっと南の方へ行くと東西に走っている 100m 道路があって、その 100m 道路のことを若宮大通りと言います。はい、100m 道路の久屋大通りを右折して、今左にちょっと工事現場が見えていますよね。この工事現場が実は、ドン・キホーテのすぐ横にあるので、ドン横と呼ばれていた、エリアです。ドンキの横だからドン横。そして正式名称では栄広場と呼ばれていた場所です。で、今これ工事をしているんですが、なんで工事をしているかっていうと、実は再開発が決まったんですね。実はこの広場にですね、211メートル、おそらく栄地区で今のところ計画としては一番高くなるであろうと言われている211メートルの高層ビルが、建つといった予定になっております。完成は2026年頃といった予定になっております。はい、そしてバスは、ここから、右折をいたします。これ右折をしますとですね、ちょっとちらっと見えますが、これドン・キホーテの名古屋栄店があります。まあ、ここにドン・キホーテがあったので、先ほどの栄広場をドン横、ドンキの横だからドン横というふうに通称で呼んでいたといったことです。はい、そしてこのバスはですね、栄のドン・キホーテの前をまた右折しました。これ方角でいうと現在北の方に向かっています。この南北に続く道、これが名古屋のメインの通りの一つでありまして、非常に古い時代からある名古屋のメインの通りとなっております。いつぐらいからできたかっていうと、おそらくはですね、名古屋城ができた頃からあったメインの通り、メインストリートといったことになります。で、名前からしてわかるんですが、大津通り、大津ってなってますね。なんで大津通りと言ったかというと、その当時名古屋城付近から、名古屋の港のあるところまで、この道が伸びていたということで大津通りという名前がついたようです。で、この名古屋城から港のあった現在でいうとこの熱田区の七里の渡しっていうところがあって、船着き場が、現在でもあるんですが、そこまで約9キロぐらいあります。
結構名古屋っていうのは平野部が広くって内陸部まで発展しておりますので、結構距離が長くてですね、名古屋城から、それ現在の熱田区の七里の渡しっていう船着き場があるところまで約9キロの道、これが大津通りという名前となっているようです。はい、そして大津通りを北の方に進んでいるんですが、今、私の乗っているバスは機関バスというバスですね。実はここからが見どころになります。はい、道路の色が変わってきました。赤くなりましたね。はい、そして、こちらへ進むとバス専用のレーンが出現しました。そして初めてのバス停、このバス停の名前、大津通りというバス停の名前です。これが機関バスといったことになります。このようにバスの専用レーンがあるっていうのは結構どこの町でもあるとは思われるんですが、このバス停がですね、路面電車の停留所と同じように道路の真ん中にあるっていうのが、この、機関バスの特徴といったことになっております。はい、そして今回はですね、あと数駅、次の駅になっちゃうかな、市役所というところまで、実際名古屋の城下町があって、で栄っていうエリアが昔からの中心街だったんですが、繁華街だったんですが、そこからお城のあった名古屋城付近、現在でいうところの、官庁街ですね、名古屋市役所、それから愛知県庁、それから霞が関の中央省庁の名古屋の、出先機関、こういった建物が集中する市役所というエリア、官庁街のエリアまで、バスで行ってみたいと思います。バスレーンを見ますと、斜めの矢印が出ていますね。バスレーンは一般の自動車も同じように走行できるようですが、このように、指示があるところではですね、バス専用、本当にバスしか通れないレーンというのもあるようです。一般車の道路が、右折レーンで、さらにこの中央寄りがバスレーンになっているんですが、これ、なんか衝突しないかなっていうふうに心配になるんですが、実はこれ矢印信号が出まして、バスを優先するように、この信号が組まれているようです。こういった仕組みになっておりますので、一般の車がですね、渋滞するような時間帯であってもバスだけは、優先してスムーズに、走行することができるようになっていると、ほとんど鉄道に近いような定時制が確保されて運行ができるといったような仕組みになっているようです。はい、ということでバスは目的地のバス停、市役所というバス停に到着しました。はい、ということでこの機関バスという仕組み、非常に面白い交通システムだと考えられます。これ非常に面白い仕組みだと思いますので、また別の機会に、これ全線乗車をしてご紹介したいと、詳しく紹介していきたいと思います。はい、バス停に到着しましたので、ちょっとこの辺りバス停の周りを歩いてみたいと思います。標識はシティホール市役所と出ております。バス停からバスレーン、専用のバスレーンを見てみると、上りと下りで道路の色が変えてあります。おそらく混乱しないように色が変えてあると思われます。そしてこちらの建物が名古屋市役所となります。はい、そしてこちらの建物、こちらが愛知県の県庁舎、愛知県の県庁舎となっております。はい、そしてテレビ番組やニュースなどを見ると、この名古屋市役所の名古屋市長河村たかしさんと、それから愛知県の県知事大村県知事、この2人っていうのは非常に仲が悪いような感じがして、いつも喧嘩しているような感じがあるんですが、実はこの建物は2つ隣にあるといった感じになっているわけですね。それでこの機関バスなんですが、実は今回栄から乗りましたが、これ名古屋駅からも出てるんですね。しかも名古屋の市営の市バスだけではなくて、名鉄バスもこのバスレーンを使っています。それで各路線が、3本ぐらいこれ路線があるんですが、おそらくその10分に1本ぐらいは出ていますので、非常に頻繁にですね、このバスが通過していくと、時間帯によっては、例えば名鉄バスと市バスが2台とか3台ぐらい連なって、走っていくといった光景も見られるようです。はい、そしてこの、交差点の地下には、市役所、地下鉄の市役所駅があります。そして、現在これ正面に見える緑の地帯、緑のエリア、
こちらが名古屋城の入り口となっております。そしてこちらに、中央省庁霞が関のあたりで見かけるような、まあ、似たようなビルがたくさん並んでおります。こちらが、中央省庁霞が関の中央省庁の名古屋の出先機関となっております。はい、そして、こちらから見える、白い建物、こちらが、名古屋の国立病院、国立の病院となっております。はい、ということで、名古屋に観光に来られる方で名古屋城に来られる方が結構いると思われますが、名古屋城に来られるときは、まあ、地下鉄で来るとですね、結構人がたくさん乗っていて混むんですよ。だけど、このバスに乗ってくると、非常に空いていて、しかも便利に、この名古屋城付近まで来ることができるといったことで、一度、まあ、名古屋駅からも名古屋市バスと名鉄バスの2本出てますので、まあ、名古屋城に観光に来られる方はこの機関バスというのを利用してみてはいかがでしょうか。はい、そしてこの名古屋城に観光に来られた時にはですね、ぜひとも名古屋城だけではなくて、これから私が歩いていく、まあ、文化の小道といった、名古屋の、まあ、文化ですとか歴史にちなんだもう一つの観光スポットがありますので、こちらも散策してみるといいのではないかと考えております。はい、ということで次回ですが、次回はこの文化の小道を歩いていって、名古屋市市政博物館、名古屋市市政博物館に行きたいと思います。次回は名古屋市市政博物館です。はい、地図を確認しておきたいと思います。まずちょっと今回の経路を確認しておきます。栄にあるオアシス21といった、まあ、オブジェのあるバス停、バスターミナルからバスに乗って、機関バスに乗って北の方に向かって、今市役所の交差点付近まで来ました。そして次回はこの市役所の交差点付近から出発して、文化の小道、これ実は普通の道路なんですが、普通の道路を歩いて、まず一つ目の観光スポットである名古屋市市政博物館というところまで行きたいと思います。次回は名古屋市市政博物館に行きます。はい、こういったレンガ造りの美しい建物となっております。Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.